っかり遅くなっちゃった。ミューズのみんなはどこに？あれ？え？他のみんなの待機場所が分かりづらいと思って呼びに来てくれた？そうだったんよね。わざわざありがとう。ごめんね、時間がかかっちゃって。衣装を止めるピンがなかなか見つけられなくて少し手間取ってたんだ。この衣装どうかな？今回は世界のスイーツがテーマってことで、うちは綿あめをイメージしてもらったんだ。ほら、うちは神社でお手伝いさせてもらってるでしょ。神社と来ればお祭りの屋台、そして屋台のお菓子といえば綿あめかなって。最初はリンゴ飴かかき氷にしようかで迷ってたんやけど、この前ほのかちゃんたちと行ったお店で食べた綿あめがとっても美味しくて。知ってる？最近の綿あめって白いだけじゃないんだよ。いろんな色付けがされててとってもカラフルで、そこで食べた綿あめは大きくって虹みたいに7色だったんだよ。それが素敵だったから今回の衣装にしてみたんだ。え？ふわっとしたデザインがうちのイメージにぴったり？ありがとう。あ、エリツたち見つけた。ありがとう、案内してくれて。ライブでも甘くて優しい感じが表現できるよう頑張ってくるね。音の木坂学院では私が生徒会長、のぞみが副会長をしているの。